私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐相葉雅紀、怖い人かと思ったら真逆だった。共演者の知られざる一面を暴露？中田監督は相葉が撮影の待ち時間にずっと本を読んでいると語り、あれ何読んでいるの？とぶつける場面も。相葉は、ほぼ小説ですね。移動中とかも読むことが多いです、と明かした。前夜祭には上原健心も登壇した。嵐相葉雅紀、39、が29日、主演映画、それがいる森、30日公開、中田秀夫監督の公開前夜祭に出席し、共演者らの未知の一面について明かした。映画は不可解な怪奇現象が多発する実在の森を舞台に描かれるホラーエンターテインメント。内容にちなんで共演者の未知の一面を聞かれ、相葉は共に登壇した中田監督については、めちゃくちゃ怖い人だと思っていたら全然逆で、すごく優しい方でした。それが印象的です、と紹介した。同じく登壇していた江口のり子と松本実校についても語った。松本については、とっつきやすい人だと思っていたんですけど、他の現場ではあんまり話しかけるなオーラが出ている時もあると聞いて、全然そんなことないなと思って、それが意外でした。江口については、移動車の色が派手で、意外でした、と明かしたが、江口から、私が選んだわけじゃないから、と突っ込まれ、会場は笑いに包まれた。一方で、相葉も共演者から印象を語られる場面もあり、松本は、いい意味でイメージが変わらなくて、裏でもすごく優しくて、いつも元気で、お忙しいはずなのにそういうところを見せないし、みんなが思っている以上に素敵な方だなと思っています、と話した。ここにあなたが興味を持っている他の傑出したニュースのシリーズがあります。相葉雅紀、5、5、木津上原健心との撮影エピソードを語る、怖さを感じた。嵐の相葉雅紀が29日、都内で開催された映画、それがいる森、9月30日公開、公開前夜祭に、松本実校、上原健心、ゴーゴーキドズジャニーズ JR、江口のり子、中田秀夫監督と共に出席した。菱形相葉雅紀主演、それがいる森。本作は、不可解な怪奇現象が多発するという実在の森を舞台に、実際に数々のそれを見たという目撃情報をベースに描かれる新時代のホラーエンターテインメント。田舎で農家を営む田中純一、相葉、が、元妻宗氏、江口、と、東京で暮らしていた息子和也、上原、と暮らすことになり、森の中で得体の知れないそれを目撃したところから、和也の担任エリ、松本、と共に怪奇現象に巻き込まれていく様子を描く。菱形相葉雅紀、恐怖を感じた、撮影エピソード語る。これまでに経験した恐怖エピソードを質問された相葉は、中田監督のエピソードを紹介。健心と二人のシーンがあったんですよ。その時に、こんだけすごい柔らかいお話大好きな中田監督が、一度だけ現場で大声で怒っていたことがあって、それはちょっと恐怖を感じたなぁ。もちろんスタッフ同士の言い合いだったんですけど、いいものを撮るためにっていうので意見のぶつかりはあると思うけどね。あれちょっと怖かったよね笑い、と振り返り、上原は、はい、とにっこり。相葉は、俺が OK だって言ったら OK なんだよ。って、と中田監督のモノマネを交えて明かしていた。また、相葉は上原について、入る前から健心が稽古するっていうので、ああ、じゃあ僕も参加しますって言って何度か参加して、いろんなセッションもして、撮影の中盤くらいにすごく意外な質問をされて、稽古も一緒にやっているから、ちょっとお芝居のことを聞いてくるのかなと思ったら、相葉くん、僕、運動会行けますかね？って聞いてきたよね、笑い、とやりとりを振り返った上で、あれ大丈夫だ、よ。きっと行けると思うよ、って言ってたけど、行けた？と、確認。はい、と笑顔で返事をもらった相葉はよかった、ね、と頬を緩めていた。またはその他のニュース。松本実校がお酒の怖さを明かし、相葉雅紀が優しくフォローする。
岸田と相葉雅紀主演、それがいる森。本作は、不可解な怪奇現象が多発するという実在の森を舞台に、実際に数々のそれを見たという目撃情報をベースに描かれる新時代のホラーエンターテインメント。田舎で農家を営む田中純一、相葉が、元妻宗氏、江口、と東京で暮らしていた息子和也、上原、と暮らすことになり、森の中で得体の知れないそれを目撃したところから、和也の担任エリ、松本、と共に怪奇現象に巻き込まれていく様子を描く。岸形松本稔公、お酒の恐怖明かす。これまでに経験した恐怖エピソードを質問された松本は、お酒の量がわからない笑い、と告白し、どこまで飲んだら自分がダメになってしまうのかっていうのがわからないままどんどん行ってしまう、とも。これに相葉は、果てに?と反応し松本は果てに後悔する、笑いと、返答。相葉が、記憶はなくならないでしょ?と聞くと松本はすんってどこからかと返し相葉はない、ね。それね、と笑顔。友達といる時にそうなってしまうという松本は、怖いなって最近思いました、としみじみ。どんな状態になるのか聞かれると、とりあえず楽しくなっちゃうみたい、とのことで、相葉は、楽しいならいいですよ。大丈夫。大丈夫、とフォローし、松本にお酒での失敗があるか聞かれた相葉は、僕も楽しくなる方だから、あんまりないですね、と明かしていた。またはその他のニュース。相葉雅紀さん。岸歌さんらがエントリー女品ニスの一ビビリが決定?映画それがいる森チームには、さらに陣内、友則小峠、エイジバイキン、グスケットの山崎博成、アンタッチャブルが加わりキャプテン代理としてヒロミを迎えた魂チームと対戦。ホラー映画にちなんだ並び替えゲームで熱戦を展開する。両チームが挑むのは、ドッキリを仕掛けられたゲストが驚いた時に上げる悲鳴が大きい順に並び替える、ジョニースビービーリグラデーション。風間公安のロッカーを開けたらゾンビがいる、それがいるロッカー、では、大西流星、なにわ男子、河合くひと、A、ビーチジ、中間淳太、ジャニーズベスト、中丸雄一、キャットタン、そして、魂チーム、から、相葉と岸もエントリー。両チームは2つの検証ドッキリを元に予想するのだが、相葉のドッキリの歴史を変えるまさかのリアクションに、スタジオメンバーは大爆笑となる。ジョニースの1ビビリは一体誰なのか?両チームはさらに、森にいる生き物速さグラデーション、最先端文房具値段グラデーションにも挑戦。ゲームの合間に繰り広げられるトークでは、相葉のマル秘エピソードも明らかになる。なお前回の放送には、藤田ニコルやミッチヨパ、池田美優、らが出演。新企画となる、タイマングラデーション、が行われた。VS、魂、の新章となる同番組。キャプテンの相葉、キャプテン補佐の風間俊介をはじめ、佐藤勝利、セクシーゾーン、藤井流星、ジャニーズウエスト、岸優太、キング&プリンス、不所引き、美少年、ジャニーズ JR の6人が力を合わせて並び替えゲームに挑戦。対戦相手に豪華ゲストチームを迎え、世の中にある様々なものを正しい順番に並べ替えるイコールグラデーションする新感覚のゲームバトルバラエティ。相葉雅紀が主演する映画、それがいる森のキャストである松本稔公、上原健心、ゴーゴーキドズジャニーズ JR が9月29日に放送及び民放公式テレビ配信サービス TVR にて無料リアルタイム配信される VS 魂グラデーションに出演する。今回相葉はゲストチームのキャプテンとして出演する。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。